一の関工業高等専門学校は、岩手県一の関市にある日本の国立高等専門学校である。1964年に設置された。略称は、一の関高専。一の関高専では、教育目標を一下のように定めている。一の関高専では、成績評価を100点法により行い、学業成績を、有、量、課及び、負荷の標語によって表している。 以下からもわかる通り、積点は60点未満である。拘束はないに等しく、服装や頭髪は自由である。修行は8時50分で3時間、または4時間授業、修行は14時50分、または16時40分である。それゆえ放課後が長く、部活動や資格取得の勉強など自由に時間を使える。また高等教育機関ということもあり、他の大学と同様、 夏季休業期間や春季休業期間が長い。一の関高専には14の運動部、9つの文化部、3つの技術部、5つの同好会がある。1973年5月、柔道の授業中、男子学生が教諭の投げ技を受けた後失神、急性硬膜下血腫の診断。以降、要介護の寝たきり状態。 1977年2月10日に一審。1984年9月28日の二審とも原告の訴えを帰却。本科4年生から専攻科までの4年間で履修できる教育プログラム。本科4、5年生をプログラム前期履修生専攻科生をプログラム後期履修生と呼ぶ。2005年5月12日には、 日本技術者教育認定機構の認定を受けた。この教育プログラムを終了するには、以下の6つの要件をすべて満たさなければならない。学士の学位を取得する。124単位以上を習得する。1800時間以上の総学習保証時間が満たされている。分野別要件を満たすための基礎工学に関する5つの項目群。 分野別要件を満たすための専門工学に関する4つの知識、能力で示された内容を満たしている。t o e i c 400点以上、もしくは同等以上の英語能力を有する。インターンシップの単位を習得している。これにより、修了生には次の資格が与えられる。これらは日本技術者教育認定機構に認定されたものに一様に見られるものである。 平成29年度の学科改組により、現行の4学科から4系、7分野で構成される新たな総合学科、未来創造工学科が誕生した。これにより2016年度までの入学生は、本科、2017年度の入学生からは、未来創造工学科に所属し、校舎は2年生進級時に4系のうち1つを選択して進級する。本科、または、 未来創造工学科卒業で、純学士の資格が認められる。一関工業高等専門学校では、NHK 全国高専ロボコン第1回大会、乾電池、カーレースから毎年出場しており、主に出場している、機械技術部の部室には、今でも、初代マシンが眠っている。国内大学、ありがとうございます。